落ち。次はてめえの番だ。貴様がなんと水長剣を使うという例だな。貴様の弱点は分かっている。何？この村にアイリという女がいるはずだ。貴様は妹の命をかけられると何もできん、ただのデクノボーだ。私ならここにいるわ。私は戦う。もう逃げたりしない。アイリ、このアマ、私は昨日までのアイリじゃない。戦うことをリンちゃんに教えてもらったの。兄さん、思う存分戦って。そっか、もう俺に弱点はない。アイリは俺から離れた。自分の意志で生き、自分の意志で死んでいくだろう。剣王様に逆らう愚か者どもめ、わしが皆殺しにしてくれるわ。貴様では俺の動きを捉えることはできん。俺の下等術で消し済みにしてくれるわ。ひょーら、なんと水長剣の鋭い手刀は大気の中に真空波を生む。腹の中のガソリンが引火したら吹っ飛んじまう。いや、助けて。エロボ、何？剣王、この男が、この人が剣の、お前がラオウか。ちょうどいい、この場で俺が片付けてやろう。お前がレイか。なんと水長剣、楽しませてもらった。ならば貴様にも俺の真髄を教えてやろう。リン、リン、心配するな。俺は戦うことでしかお前や剣に借りを返せない男だ。ラオウの首は俺が取る。レイ、レイ、一つだけ聞こう。お前は北斗七星の横にある星を見たことがあるか？
ある。あるのか。お前は俺と戦う運命にあるようだが、よかろう。どこからでもかかってくるがいい。何？おりぬというのか。お前ごときの腕でこの俺を同じ地上に立たそうと思ったか。もはやこの俺を対等の地に立たせる男はおらんわ。ならばそこで馬ごと死ぬがいい。なんと水長剣奥義、断固総裁剣。悲しき定めよ。貴様の見た星は視聴星、神はすでに貴様に死を与えていたのだ。その頭上で光る視聴星が。馬上のふりをし、北斗七神騎兵山。そんなダバの上では俺には勝てん。貴様は、もう気負ったか。ケンシロウ、時、今はまだラオウと戦う時ではない。だがレイはラオウに。レイが、そうか、間に合わなかったか。
ケンシロウ、闘気とは非常の地によって生まれるもの。だがラオウとお前では非常さが違うのだ。さすがは時、見切っておるわ。非常の剣でなければ貴様はこの俺には勝てぬ。だが時が現れた以上、お前たちと同じ地上に降り立たねばなるまい。そしてお前たちには死あるのみ。下がっていろ、ケンシロウ。見ることもまた戦いだ。私の剣、戦い方はいずれ必ずお前の役に立つだろう。時、まさか。北斗神拳の戦いに2対1はない。たとえ相手を倒してもそれは勝利ではない。お前は北斗神拳の伝承者であることを忘れてはならぬ。やめるんだ、トキ。さすがはトキ。俺が一目置いた男だけのことはある。二人ならば俺を倒せるもの。ケンシロウ、よく見ておくのだ、私の戦いを。トキ！ラオウ、その野望をこの場で断つ。決着をつけるか、トキ。俺が傷を負った今ならば互角の戦いができよう。かかってくるがいい。ラオウ、この命に変えてもこの場で倒す。病に侵された体では俺を倒すことはできん。Yeah!